川に向かって勢いよく噴き出すダムの水。この放流を操作していたのは、思ったより緊張します。県内に住む中学生です。で、ここからで、これは日頃使っている水に関心を持ってもらおうと愛知県が企画した豊田市のハブダムでの初めての一日管理所長体験です。管理所長に任命されたのは全日本中学生水の作文コンクールで県の最優秀賞を受賞した竹内蓮樹さんです。竹内さんはダムの役割について学んだ後、船に乗り込んでダム湖周辺の山の斜面に異常がないかなども確認していました。この水面が凍るのは、よほどないですね。昔は凍ったことがあるみたいですけども最近はないですね。これだけたくさんの量の水が動くっていうのを僕初めて見たんで迫力があってすごいなと思ったのと、水っていうのはたくさんの人の支えだったり素晴らしい技術だったりが詰まったことがあって安全が保たれてると思ってるので、今回はそれを実感できたと思います。